パートナーと2人でできる体幹トレーニングのアイデアを3つ紹介していきます。1つ目はまずパートナーと向き合ってプランクをします。お尻がこのように突き出ないように肩からくるぶしまでのラインを一直線に保ちます。次に右手を上げてパートナーとハイタッチ、今度は左手を上げてハイタッチを繰り返します。それでは10回チャレンジしてみましょう。まずは準備します。それでは始めます。1 1 2 2 3 3 4 4 5。お尻が上がってきていないか気をつけます。7 7 8 8 9 9、ラスト10 10。はい、 OK です。2つ目もプランクの状態から入ります。右手を床から離しパートナーの肩に置き、このままキープ。骨盤が外を向きすぎないようできる限り床と平行を意識しましょう。それでは10秒キープしてみましょう。まずは準備して、右手をアップ、パートナーの肩に乗せます。1 2 3。お尻が突き上がってきていませんか。骨盤は床と平行になるように意識します。9 10。続けて反対側も行います。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK です。3つ目はパートナーと背中合わせでサイドプランクをします。肘は肩の真下に来るようにし、バランスが取りづらい場合は上の足を前に出しても大丈夫です。手を伸ばしパートナーと上でハイタッチ、そして手を胴体の下にくぐらせまたタッチ、これを繰り返します。10回行ってみましょう。サイドプランクをして準備します。上でタッチ、下でタッチ、2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK です。反対側も行ってみましょう。1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10。はい、 OK です。お疲れ様でした。パートナーとハイタッチして終わりましょう。